お前さんか。西郷から和睦の談判を受けても構わねえとの返事があった。本当お前さんは俺の予想を超えてうまくやってくれたぜ。篤姫様に西郷、そして俺、三人だけじゃどうあがいてもこうはいかなかっただろうよ。ここまでこぎつけたのはお前さんが結んできた因縁のおかげだな。世の中、自分一人の力じゃどうにもできねえこともある。因縁ってのは互いを生かし合い強くするもんだ。お前さんは因縁に恵まれた。俺はな、そこがお前さんと奴の違いだと思うぜ。俺は薩長、いや新政府と幕府の争いに決着をつける。談判で戦を避けてみせるさ。難しいがやるっきゃねえんだ。鬼の手の侍は談判をぶち壊しに必ず現れるだろう。お前さんも来い、奴と決着をつけろ。ああ、お互い今夜が正念場だ。そういや、お前さんの知り合いが話をしたいって言ってたな。西郷との談判にはまだ間がある。積もる話もあるだろうし、俺が言っちゃ邪魔だろうからな。ちょいと退散するぜ。苦しゅうなる。西郷に書状を届けてくれたこと礼を言うぞ。あとは勝と西郷に託すとしよう。もし江戸で戦になれば、私は幕府と命運を共にする。だがそうはならぬであろう。国に尽くした者が報われる世はきっとやってくる。勝も西郷も思いは同じのはずじゃ。そう信じておる。そうじゃ、新たな世となったら城を出ねばなるまい。私と里姫はそなたのもとにでも参ろうかの。君ですか。新たな戦が始まろうとしています。薩長との戦ではなく、商いでの戦いのことですよ。これからは世界の商人を相手にしなくてはなりません。いやはや忙しくなりそうです。とはいえ、それもまずは君の戦が終わってから。先のことは私に任せ、君は全力を尽くしてきてください。こんなところでしょうか。日々進歩を続けるからくり道具は時に人を傷つけ、大きな戦を引き起こす。でも誰かを救うこともあるんだ。結局使う人の心次第だ。そう思ってる。僕は人の心を信じたい。だから作り続けるよ。ああ、そういえば新しいカラクリ道具ができそうなんだ。ことが済んだらまた見に来てくれよな。ではこれで、じゃあね。よう。ここまでこぎつけた勝さんはきっと歴史に名を残すでしょう。何をなすかは身分や家柄は関係ない。改めて痛感しました。誰もがあの人のように志をなすことができればこの国は変わる。そう思いませんか。その術を万人が理にかなった方法で学べたら。いえ、夢物語ではありません。私は必ず成し遂げますよ。それではまた。お前か。
本国から日本退去の命が出てな。だが俺はまだ帰国する気はない。俺は進むべき道を見つけた。新選組と出会い、ずっと夢見ていた竜の軍隊となったんだ。俺たちは出立する。新しい時代の侍となるためにな。お前はお前の道を行け。さらばだ。行け。先を急ぐのだろう。あら、ど。戦は簡単に多くの命を奪う。でも命を救うのは大変よ。たった一人でもね。患者を救うため私はやれることは何でもやってきた。だって奇跡は起きるんじゃなくて起こすものだから。多くの人があなたが起こす奇跡を待ってる。必ず成し遂げて帰ってらっしゃい。多くの人がなんてごまかしはダメね。誰よりあなたを待っているのは私。必ず帰ってきて。約束よ。あら、ちゃんと説明してください。これからどちらへ行かれるおつもりですか？あ、ごめんなさい、つい問い詰めるような言い方を。もしあなたも坂本様のような目に遭われたらと。何をなさろうとしているのか存じませんが、あなたはどうかご無事でお戻りください。志を遂げられたらまた会いに来てくれますか？私いつまでもお待ちしていますので。元気そうだね。会いに来たよ、龍馬の代わりにね。あんたがどうしてるか彼も気になってると思って。あんたのこと龍馬は自分の片割れだって言ってた。悔しいけど私じゃかなわないみたい。あんたたちが作る新しい日本を見て龍馬がなんて言うか今から楽しみだと思わない？無理しないでよね。お前さんか。よう。驚いたか。まだ傷が癒えてないが無理やり来ちまった。俺は逃げた将軍として歴史に汚名を残すだろう。だが江戸が日の本が焼かれずに済むならそれで構わない。その望みをつないでくれたあんたに礼を言いたくてな。感謝する。もし俺も一介の浪人だったらあんたと自由に旅をしたかった。じゃあな。話は終わりだな。下がっていい。よう。ここにいれば会える気がしていた。なんせ俺には天賦の勘があるんでね。あんたに命を救われたからこそ言わせてもらおう。せっかくここまで生き延びたんだ。無駄死にだけはするなよ。死すべき時に死に、生きるべき時に生きる。それこそが英雄豪傑だ。お互いそうありたいものだな。チェース。おぬ。徳川は松陰先生と久坂の仇。正直許すことはできん。だが新たな世をなすには和睦を進める以外あるまい。そうですね。
この国を平和に導けるような祭り事をすると誓いましたし、戦以外の道があれば願ったり叶ったりです。しかし未だに確信が持てんのを、松陰先生の思い描いておった世に向かっておるのかどうか。互いを認め合える世を作りましょう。山形さん、先生もきっと喜んでくれます。心配ありません。必ず日は昇りますよ。それではの。やあ、いやあ、元気そうで何よりだ。江戸の様子を探るついでに君に会いたくなってね。私はね、最善だと信じた道を選んできた。しかしその過程で多くの者が命を落としたのも事実だ。彼らの死が意味のあるものだったと言えるようにしたい。そのことを君には伝えておきたかったんだ。どんな形であれ、間もなく日の本は新たな時代の夜明けを迎える。その時はまた共に主杯を交わそうじゃないか。私ずっと考えていたんです。なぜ人は平和な世を求めながら戦をするのか。まだ答えは出ません。でも今あなたが平和な世を作るために命を懸けようとしている、その思いは痛いほど伝わってきます。だから少しだけ答えが見えたような気がするんです。無事に帰ってきてください。きっとですよ。苦渋の決断だったが、西郷はこたびの会談に臨むと決めた。それは貴公が篤姫様の書状を届けたからだ。皆のために尽くした者が全て救われるよ。その言葉に自分も西郷もこの国のあるべき姿を見た。思えば多くの犠牲を払ってここまで来たのだ。彼らの意志も我らの思いも貴公の働きも全て報われることを願っている。以上だ。いや、どうも。僕は内弟子になった時から近藤さんについていくのが当たり前でした。だから新選組として戦った。間もなく戦は終わるかもしれないそうですね。切り合いのない世など想像もできませんが、案外悪いものでもないかもしれない。そう思っています。うまくいくよう祈っていますよ。太平の世が来たら何をすればいいのか、君も一緒に探してくれますよね。よく来てくれた。あれから本国を通し新政府と交渉を重ねたよ。内戦が起きれば交易にも影響が出ると圧力をかけた。新政府もイギリスを無視はできまい。西郷の判断に少しは影響を与えられただろう。あとは君たちに託す。江戸を、愛するこの日本を守ってほしい。いや、どうも。物事には表と裏がある。俺たちは裏でしか生きられない類の人間だ。だがそれでいい。どちらにも役目があるんだ。何のために剣を振るうのか、ようやく答えに近づけたよ。
人知れず戦い、流した血をもって歴史を支える。それが俺たちの役目だ。必ず果たせよ。俺も話はもうない。よう。よう。会いてえやつには会えたか。やり残したことがねえなら薩摩の屋敷に向かうぜ。やせやえ、湿っぽいな柄じゃねえや。近頃うなぎのうまい店を見つけたんだ。身がふっくらと柔らかく、程よくタレも染み込んでてたまらねえ味わいだぜ。今度おごってやる。その前に俺たちのなすべきことを片付けようぜ。そう肩肘張るなよ。困難なことこそ面白いんだ。余裕を持ってことに当たるぐらいでちょうどいい。さあ行くぜ。馬鹿し合いはいりもはん。腹を割って話し合いこそ。もちろんそのつもりで来た。よろしく頼むぜ。まずは新政府の要望を伝えます。爪が甘い。お前のことは知り尽くしている。
人で生きられるよう作りたかった。終わらせてくれ。お前の手で。江戸は火の海だ。
侍の世は終わりを告げた。だが侍は死なず、新天地へと旅立つ。勝海舟と西郷隆盛の会談は成就し、旧幕府軍は新政府軍に江戸城を明け渡すこととなった。日本の夜明けを望んだ者たちの奔走で江戸決戦は回避され、100万の命が救われたのである。